ちは、こんばんは。ゲーム動画学校です。カルチャービットは始めていきたいと思います。ことはないです。北原を狙いましょう。勝率は 31% で互角、ドローが 38% ですね。戦いになります。幸先のいいスタート。ちょっと危なかった。です。コーナーのセットプレーが多く入りますからね。ただ一気にボールが抜けていきます。ピンチは逃れました。じゃあ相手のチャージすごいな。すごい圧を感じてしまいます。包みパンチング、しかもこんなに前にいますからね。夏希これはキャッチ成功。
シアのタイムは1分です。まもなく前半終了だが、ここで隙ができた。だがこれは外に出てしまった。前半終了、1点リード。やっぱりかなり特に中段の消耗が激しい。そこでちょっと積極的な攻めが求められますね。勝つなら1点取っておきたいところですが、逆に取られるピンチ、危ない。え？だから、そこにいました。さあ、ビハインド。クルミが抜け出した。そこにゴールがいた。ゴールも鉄壁。鉄壁のキーパーなんですよね。うわ、完全に崩れたか。やられています。高さもすごいある。逆サイドで揺さぶるミオ、さらに逆サイド、うまく埋まった、うまい攻撃でしたが厳しいですね。ノーミス。攻撃の糸口をつかめない。ラストチャンスかな。センタリングリード、いいダメだった。進みすぎます。すごい先制したんですけどね。バーに座りました。ここから怒涛の攻めです。コーナーキックのピンチだった。何も決まらず、そんな中
厚い速攻が。最後にうまく触っていって。当たっただけなんでしょうね、これ。でも入ってしまいます。シュート本数が圧倒的です。最強豪ですね。かつての5位に落ちてしまいます。筑波大和との得失点差も5点に広がりました。これはちょっと今年は難しいかな。7勝4敗。というわけで、はい、岩瀬大阪強かった。負けてしまいました。なかなかうまくいきませんが、今年は全部勝っていくつもりでやっていきたいと思います。これで残りは15戦から22戦まで8戦ですね。しっかり勝っていきたいなと思っております。ぜひご覧よろしくお願いします。そしてよろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄によろしければ見てください。カルチョビットアーのこれまでの動画記録プレイリストに載せております。こちらも説明欄にアドレスを記載
します。ぜひご覧ください。この動画最後の20秒で関連動画のプレイリスト表示されます。時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。リバセ大阪は強かったということで、カルチョビター青やりました。